おはぴよ、どうも、ひなぴよです。皆様、本日が何の日かご存知でしょうか。チッ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 ポーン。そうですね、本日6月13日はドリーム TV のドリーちゃんのお誕生日でございます。おめでとうございます。ってことで、今回はね、ドリーム TV のドリーちゃんのお誕生日イラストを描いてみたという動画になります。まあ、もともとは個人的にドリーちゃんにおめでとう、これからも愛してるぜ、ラブ、イエーイ、マジピースみたいな感じで個人的にイラストをプレゼントして終わる予定だったんですが、思ってた以上に可愛く描けたんで、みんなにも見せびらかしたろうと思って今動画を撮っております。ね、今まあ本当はね、12時ぴったりにこのイラストをね、送りつけようと思っていたんですが、思ったよりも思ってた6倍ぐらい時間かかったんで、書くのに。ちょっとね、12時過ぎちゃったんで、今、この動画を喋ってるというか、書き終わって、こうやって今撮ってるのが、4時です。6月13日の4時なんですが、だからちょっとなんか眠いんで、なんか、滑舌がヘロヘロだったら申し訳ないんですが。まあ、まずね、そのドリーム TV のドリーちゃんとは何者ぞっていう人が、もしかしたら、もう、100分の1くらいの確率でいるかもしれないんで説明するんですけど、まあ、私の動画にも何回も出てくれている、女の子の YouTuber 友達です。ね、再生リストから飛べるとは思うんですが、イブとか、あだばなの館とか、あとなんだ、恋愛漫画ですとか、ケツラッパーとか、あとなんだ、賢きの神とか、いろんな動画にね、出てくれてます。あと、おむすびの実況とかはね、一人でやってはいるんですけど、同時投稿みたいな感じで、まあ奇跡的にね、やってる動画とかもあるんで、私の動画も、ドリーちゃんの動画も見て、ちょっと見比べてみても欲しいなとか思っておりますよ。ね、まあ今回ね、お誕生日イラストってことで、まあいつもよりも真剣に描こうっていうのを、もう、モチベで頑張って描いたんですが、普段ね、私、もう一発書きみたいな感じでざっくり書いちゃうことが多くて、でもそれだとなんか愛こもんねえな、と思ったんで今回はもう下書き書いて、そこの上からもう真剣に一本一本清書しよう、みたいな感じで書きましたね。レースが難しかったね。このお洋服ね、前にそのドリーちゃんが、これなんか着たいなというか可愛いなって言ってた服を、思い出したんで、あ、じゃあこれにしようと思って、これを着せました。これ実際に着てみてほしいわ、本当に。着て動画に出てほしいよね。もうね、色塗り始まってるんですけど、だから色塗り始まったってことはもう半分以上ね、経ってるんで、これずっと喋ってたら、なんかもう、話の途中で動画が終わっちゃいそうなんで、うん、何話そうかな。そうだな。まあ、色塗りなんですけど、今回はこの紙質ペンっていうペンで描いております。まあ、アイビスペイントでいつも私指で描いてるんで、今回ももちろん指で描いてるんですが、普段、そのアナログから取り込んで、こう、デジタルで清書するみたいなことが多かったんですが、今回初めからね、最初からデジタルで、その下書きから清書から色塗りからまで頑張ったんで、これはね、まあ、私にしてはなかなか珍しいイラストになりますね。で、普段の私の色の塗り方にこの紙質ペンを組み合わせたらなんか結構可愛い感じになったんで、あとあれだね、瞳の線画を消して、そこの部分、そこの部分を色塗りの部分だけにしてみたんですが、結構可愛く描けたんで、これもおすすめですね。わかんない、みんなの塗り方によるかもしれんけど、これは結構おすすめです。あとあれだね、今背景描いてるんですが、背景に関してはごめんなさいとしか言いようがないな。私人物画しか普段描かないから、もう背景がね、とことん下手。一応これなんか伝わるかな、砂浜をイメージして背景描いてるんですけど、伝わるといいな。このね、ワンピース、ちょっとまあなんだろうな、アイボリーというかちょっとパープル寄りのワンピースなんで、なんか夏っぽいなと思って、砂浜に立たせたいなと思って砂浜に砂浜を描いてみました。で、もうこれあとディア夢って書いたらもう終わっちゃうんで、終わりです、動画が。お誕生日おめでとう、大好きだぞ、ドリーちゃん。そして、皆さんも次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。完成。